ねえだろう、屋上。ぶっ殺すぞ。おはよう、ロレイ。はい。というわけでね、今日はお前らに単独ライブのための特別メニューを貸しやーす。特別メニュー？今日から全員で山ごもりじゃーい。山ごもり？今？今だからじゃろがい。でかいことやる前は大抵山で修行することになっとるんじゃい。そんで傷だらけになって強くなって戻ってくるんじゃい。俺が行くまで下山騎士じゃよ、ロレイ。あの山ごもり意味あるとかな。よくわかんねえけど、適当だったらグラサンのグラサンぶち割ってやろうぜ。ここみたいね。ああ、まっこと何もないでありすね。私ここで過ごす自信ないです。ミリーも絶対無理。こりゃシャレにならんな。どやんしよう、こんなところじゃ練習できんよ。ゾンビって凍ったらどうなると？さあ、溶けたらまた動けるんじゃない？動物とかに食べられなければ。ダメじゃないですか、凍っちゃう。もう凍ってるけどな、タエが。タエちゃん、火でも起こせらな。リリーできるよ。はまじ。だってリリーガールスカウトマニアの事件簿3で主役やってたんだから。シーラね。それでしたらわちは食べれるものを探してきしょ。とにかく動かないことには始まらないわね。ねえ、練習はどうすると？もうすぐ単独ライブなんだよ。つったってまずここで生きて看板やろ。もう死んでますけどね。とりあえず適当にその辺の枝へし折って薪にすっか。松の枝とか松ぼっくりがいいんだよ。さくら、練習のことはひとまず落ち着いてから考えんしょ。ブラブラチンチク、ガバイ松の枝取ってきたぞ。ほれほらほらほれ。ダメダメ、ちゃんと火のそばで乾燥させてからって言ったじゃん。あ、そっか。見てくんなんし、えらい美味しそうなキノコでありんすよ。毒があるかもしれんせんが。食える食える、ゾンビ足。ストップ。ナイスショルか。見ての通り狩りよ。狩る？し、あの木の根元は。あの可愛い子狙っとると。し、ごめん。大丈夫、私みんなより動体視力がいいから動物につきやすいの。そうなんだ。次の獲物探しに行くけど来る？やめとく。さくらさん、純子ちゃんはお魚釣り？ええ、こうやってじっとしているのは私が一番向いてるでしょうから。そっか。騒がしいですね。ん？何が？さくらさんの心が。何か悩み事ですか？悩みっていうか、みんな大丈夫かなって。もっと練習して本番はいいパフォーマンス見せんとダメだよね。もちろんです。ただ焦りは禁物。魚が釣れないといろいろなことを考えます。魚がどの深さを泳いでいるのか、餌は間違っていないか、スポット自体が悪くないか、落ち着いて物事を違う角度から見てみると発見があるものですよ。やだ！絶対にライブまでにミスがないように仕上げんと。なんとか私だけでも。私らこの山に来て結構経つし、だいぶ慣れてきたよな。でもよ、まだ肝心なことをやれとらんやろ。本来やらないかんこと。さきちゃん、よかった、忘れてなかったとね。ああ、肉だ。は？
肉食っとらんやろ。私らゾンビやぞ、肉がっつかんと。あの子イノシシすごく警戒心が強くて。肺が悪いんじゃねえ、野生舐めてた。ここは力を合わせねえとダメだ。よし、じゃあそれぞれの役割分だ。罠のカムフラージュは完璧です。よし、そろそろ奴が来る頃だ。みんな待ってよ。し、来た。隠れる。ちょ、待って。さくら、お前バカ、せっかく。待って。小さすぎしたな。これまずいんじゃないの？トラッツ、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 トラッツ！そう、どうしたらいいと？そうだよ、リス。島原にいた頃、ジョイ派の方が言っていした。さくら派、死んだふり、死んだふりしなし。もう死んでますけど。は卑怯だよな。そうやなくて、違うよね。私たちが今向き合わんといかんとは、ライブであってイノシシじゃないよね。浴びないかんとは声援であってよだれじゃないよね。もう日にちナイトに小屋んかところで小屋んかことしよったらいかんよね。あ、そっちか。ソクおっはよう、よう、よろろろよろれいひ。どうだお前ら、この山ごもりで何かつかめたか？のれい。私見てわからんですか？こんなんで何かつかめるわけなかやないですか？ライブ前なのになんで山なんですか？なんでイノシシなんですか？意味がわかりません。そうか。ならば今ここで目を閉じろ。耳を澄ませ。そして、母なるガイアの声を聞け。思い出すんじゃい。決してお前が一人じゃないということを。そうやんかと思うよ、カジェス。帰ります。あれ、はあ、どうすんだよ。撤収！